でガンバ2011のコーナー、とっておきの選手と皆さんのインタビューをドドーンとお届けしてまいります。今日は8月24日水曜日、柏レイソル戦の後の西野監督、平井選手、武井選手、大塚選手、山口選手、高木選手、下平選手、アホンソ選手、そして藤原選手の、ね、インタビューをお届けしてまいります、ね、さてですね、もう早速ね、皆さんからたくさんメールとファックスをいただいておりますので、ご紹介させていただきましょう。まずは、よっつーさん、ありがとうございます。こんにちは、竹島さん。今日はサテライトスタジオなんですね。所用で船中にいますので、見に行きました。今日も楽しい放送お願いします。頑張ってくださいといただきました。よっつーさん、いつもありがとうございます。あ、今日は外で見てくださってます。ありがとうございます。今日ね、たくさんのインタビュー流れますので、楽しんでくださいね。はい。さあ、そしてですね、こちら、大悟さんからいただきました。ガンバサポの大悟さん、メールありがとうございます。竹島さん、こんにちは。夏の思いといえば、昨日サッカーをしたことです。中には25年ぶりのフルコートという方もおられて楽しそうでした。あいにくの雨でしたが、やってよかったです。今から神戸に向けて準備します。ということですが、そう、今日はね、神戸戦ということで、皆さん、ね、出発前にお聞きいただいてありがとうございます。ところで竹島さんのベストイレブン、ベストゴールはというふうに、あ、そうそう、この間まで募集やってましたもんね。皆さんいかがですか。私のベストゴールはやっぱりエーモアさんのね、リフティングからの中和のゴールですね。そしてベストイレブンね、やっぱりこうガンバのねハートをね植え付けてくれた山本恒康選手は外せないですね。それからやっぱりあの時ね、ちょっと異常なね、ちょっと面白かった小島くんとかね、稲本くんとかね、松並くんとかね、その辺はもうちょっと入れていきたいなと思っていますよ。それからやっぱりこうね、私に一番嬉しい優勝をプレゼントしてくれた安田美智選手の存在も大きいなと思っております。皆さんはね、どんなベストイレブン選ばれたんでしょうか。さあ、そして、マリテルさんからもメールいただいております。マリテルさん、ありがとうございます。水曜日の柏戦、右サイドの梶選手が出られない不安と武井選手への期待、試合開始直後、サトシさんのいつもと違うクリアやら対応にドキドキハラハラ、さすがに時間経つと落ち着いたいつものサトシさん、試合が進むにつれ、なんとなく武井選手のそばにいるように思う明神選手、守備に徹しているように見える武井選手、宇野選手も右に下がり、二川選手も右に下がって、武井選手みんなに支えられて無難な守備、その分それだとした下平選手は去年から比べ格段の安定感、去年は守備中心に見えていましたが、攻撃参加が力強い、ますます頼もしいですね。前半決定機ありながらの0対0、後半すぐの選手交代に驚き、まさか怪我、ね、途中出場の大塚選手にアフォンソ、落ち着いた選手とラッキーゴールは日頃の行い、1点入ったら前方に来る柏にはガンバ勝機ありと思った瞬間の2点目、交代選手の活躍にますますテンションアップ、ね、この時期に首位嬉しいですが、12月に首位でいてくれたら嬉しいですというふうに、ね、いただいております。マリテルさんすごい、もうマリテルさんのメールでこの日の柏戦の流れ全て分かってしまうという素晴らしいメール、本当にありがとうございます、ね、マリテルさんのメールでできた選手の皆さんのインタビューをドドーンとお届けしますからね。それからアリピーさん、メールありがとうございます。竹島さん、こんにちは。柏戦途中出場の大塚選手決めてくれましたね。アフォンソ選手も足とで活躍し、西野監督の采配がズバリ的中した試合でしたね。大塚選手のゴールで喜んでたらすぐに平井選手のゴール、本当に気持ちのいい試合でした。ただ下平選手が骨折、復帰まで 4,5 週間かかる見込みとのこと、完全に治してまた元気に活躍する姿を見せてほしいですといただいています。アリピーさん、ありがとうございます。ほんまに匠選手ね、ちょっとあの直後も腰を押されたんでどうかなと思ったんですがね、この試合後非常にインタビューに答えてくれてますよ、ね、本当に一日も早い復帰を願っています。さあ、アリピーさんや皆さんもおっしゃっている采配がズバリ的中した西野監督、まずは、この8月24日柏レイソル戦後の西野監督のインタビューからお聞きください。イメージと体がだいぶなってないというか、非常に厳しい状況の中で、これはバンバだけではないと思うんです。レイソルもこの暑さに苦しめられていたなという感じがするんですけど、両チームそのトップアップというところで下がったと思うんですけど、
というかチーム全体にいいメッセージを与えてくれたんじゃないかな。ここはこう積極的にやった選手を今はカップに入れるのが近いですけど、まあ、そういう選手を選んだチーム中で自分の中で、まあ、こういう状況下ではおそらくそういう選手が何かもたらしてくれるんじゃないかなって期待を持っています。西野監督のドヤ顔が傍観できそうな、ね、采配的中の後の監督コメントでございました。いや監督もすごいですね。もうでも自らが選んだ選手が途中交代でこんなに活躍してね、首位決戦を制したらほんまに嬉しかったと思います。さあそしてこのね途中選手のね、選手がみんなですよ、あの得点を決めてくれるまで守りに守り抜いたディフェンダーの皆さん、本当にお疲れ様でした。まずは高木選手にね、インタビューしてきましたので、高木選手のインタビューをお聞きください。前半、ミスが多くて、もう組み立てている段階で取られているシーンが多かったんで、まあ、ミオさん含めて、後ろはしっかりゼロで進めたいなと思ってて、まあ、ゼロで進めていればチャンスあるからっていう話をしてたんで、はい、ゼロで終われてよかったです。冬になってくるとやっぱもっと相手も走ってくるんで、夏みたいに相手走らせてもやっぱりどんどん走れてくるから、まあ、今日みたいに後ろは我慢するときはしないと、個人的にはそういう試合をしたいです。暑さはかなり使ったかな。そうですね、前半もう見てても分かると重かったし、まあ、ミスも多かったんで自分らでしんどくしてるところはありましたけど、まあ、最後ゴール前しっかり体張れてたんで、はい、まあ、ゼロで進めてればチャンスあると思ってたんで良かったです。首位決戦を無失点で寄せられたことに関してはいかがですか。ゼロはゼロでいいんですが、まあ、勝てて良かったです、はい。そのチャンスを待たれて の大塚選手のゴールが生まれましたけども、和美選手を後ろからご覧になってていかがでしたか。持ってるなと思ってまあでも途中から出た選手はやっぱり、ね、夏場っていうのは特に活躍できると思うし、しなきゃいけないと思うんで、まあ、まあ、アホンソにしても翔平にしても翔平にしても本当にみんな助けてくれたと思います。次は神戸戦ですけれども、ね、そうですね、それ終わったらちょっと間も空くんでしっかり勝って終わりたいなと思います、和美選手本当に、ね、熱い中頑張ってくれました。もうね得点を待ってはったんですね、まあ、そんな中和美選手にも持ってるなと思ってもらった大塚選手、先ほど西野監督のコメントにもありましたように決定力シュート力を買ったということで、いやいやいや評価が続いてたんやと思うと本当嬉しいです。皆さんあのね、大塚選手の熱い思いも当番組100プスメールお待ちしていますよ、まあ、ちょっと今日はねサテライトスタジオなんでね、多分飯塚ちゃんがまた10階からガーッと走って一
証券持ってきてくれると思いますので、皆さんぜひ、大塚選手に熱いメッセージをよろしくお願いいたします。さあ、そして武井選手、この日はまたね、オリバヘントぶりを発揮してくれましたが、武井選手のインタビューをお聞きください。まあ、ゼロだったので、まあ、自分の成績とかそういうのはまあありました。まあ、結果的に勝てたので良かったなと思います。今日ここ来て、まあ、メンツを見て、ああ多分布陣が変わってるんだなっていうのは思ってましたけど、まあ、その分ちょっとこう態度がこう張り気味だったので、まあ、その分ボールも受けた時に結構ジョージ・ワグネルとかのプレッシャーが結構すぐ近くにいてかかったので、ちょっとつなぎの面ではやりにくかったかなと思います。まあ、ボンサー入ってきて、まあ、結果的にああいう風にシフトはしてるので、まあ、ちょっと監督の采配がここ2試合、まあ、本当にあのすごく当たってますし、まあ、監督の本当入れるタイミングがすごくいいんだなっていうの、間違いなく完全に力も今日の勝利には確実に入ってると思います。まあ、球際は結構強いですし、まあ、ああやってあそこでボール奪って、まあ、ゴール前で限定的にあのアシストできたので、まあ、すごい良かったですし、まあ、監督のこうメッセージっていうのを、まあ、自分たちも受け取ろうと、それができたんじゃないかなと思います。個人的にもあのすごく、まあ、右やって、まあ、今年は初めてですけど、それがゼロの試合で、まあ、かなりいい感触というかいいイメージで終われたので、まあ、それはすごく良かったですし、まあ、本当首位同士の争いだったので、まあ、これ勝ったことによって、まあ、柏とは離れましたし、まあ、他のチームはまた別ですけど、まあ、こうやって勝っていって、自分たちが単独でこう話せるように、まあ、あと1試合やったらちょっと空くので、まあ、次の神戸戦もしっかりといい形で入りたいなと思います。今季初の右サイドのプレーをこなした武井選手だったんですけども、今日も一体どこで出場するのかというのが非常に楽しみです。あの木曜日に取材に行ってきた時、西野監督がやっぱり彼はどこに出てもまずは守備の自分の持ち味を出してほしいと、攻撃はそれからでいいんやでっていうふうには言ってるって言ったんですけど、武井選手はいやいや、もうちょっと僕もちょっとヤトさんみたいなことがしてみたいというふうに言ってました。今日は一体どこでの出場になるんでしょうか。武井選手頑張っていただきたいと思います。さあ、続いては東証山口選手ね、無失点に抑えた後のインタビューをお聞きいただきましょう。この首位決戦なんですけども、無失点でおられたことについてはいかがですか。はい、まあ、勝ててよかったです。今日のこの試合に関してはあのチームでどのようにやっていこうというふうに言われたんでしょうか。まあ、相手が2位なんで同じ勝ち点になるんですし、まあ、勝ち点の差をつけての首位に立つというのは言われてましたし、まあ、粘り強く戦えたと思いますけど、ディフェンスラインなんですけれども、武井選手も入って、そしてね、夫人でしたけれども、まあ、こうやっていこうかっていうみたいなアドバイスとか話し合いとかあったんですか。いや、まあ、守備から入ってっていう、まあ、バランスよくやると思ってましたし、そんなに、まあ、人が変わったからといって大きく考えを変えることはなかったですけど、まあ、攻撃に関してはちょっと守備的だったかもしれないですけど、まあ、結果2-0なんで、まあ、一番大事なことかなと思いますけど、この大事な試合に勝って、しかも無失点が大きいと思うんですけども。まあ、そうですね、まあ、まだでも先があるんで、まあ、これを次にまだつなげてやっていければなと思いますけど、いろいろな選手が佐藤選手に教えてもらって、ね、成長したっていうふうに言ってるんですけど、最近の佐藤選手から見ても下平選手とかの成長具合はいかがですか。でも安心してボール預けられますし、アウンというかね、アウンの呼吸で感じ合えるところがあるので、まあ、すごくやりやすいですし、まあ、左利きで独特なリズムを持ってるし、まあ、ボール回しとかのリズムもすごい共感できるところがあるんで、そこはすごく頼もしいですけどね。はい、また今日後ろからご覧になってて、若い選手も途中から入って頑張ってましたけれども、大塚選手のゴールに関してはいかがでしょうか。いや、まあ、入ってきた時に、なんか、まあ、アホンソもそうですけど、なんかしてくれそうな予感があったんで、まあ、こうやってみんなで勝ち取ることは大事なんで、まあ、本人たちとても大きいと思いますし、まあ、本当に次につなげないといけないと思いますけど、本当に次の神戸戦、ファンの皆さんも勝利期待していますが、メッセージをお願いいたします。まあ、こういう首位に立って、次の試合というのは今までなかなか勝てなかったんですけど、
今日結果を出して次に臨めるんで、まあ、難しい戦いになるのは間違いないですし、すごくキーポイントになると思うので、まあ、もう一回いい準備をして、まあ、アウェーでグラウンドも良くないみたいなんで、まあ、その辺も考慮しながらしっかりした戦いをできればいいと思います。本当に佐藤選手お疲れ様ですね。今日はですね、やっぱりあの大久保嘉人に関してはもうあいつはなんかその頑張せんだったらやってきよると、そこをなんとか抑えないといけないっていう風にね、力強く語ってくれていましたよ。今日も頑張ってくださいね。さあ、そしてあの佐藤選手からもね、もう独特のリズムとね、安心してボール回しがもう任せられると言われた下平選手、残念ながらこの試合でなんと腰の方をねちょっと骨折していたという残念な結果が入ってまいりました。もう下平選手もね、一日も早く回復できるように頑張りますという風に、ね、言ってはりましたね。悔しいと思いますね。いやいやいや、ほんま残念なんですけどもね。まあ、下平選手のね、この柏レイソル戦の後のインタビューをお聞きいただきましょうか。なんかね、あのファンの人からね、はい、すごくタコミ君のプレーが素晴らしい最近、はい、あと佐藤選手も最近なんかそのボール回しにリズムがすごく生まれて、はい、安心したつけられてたんですけど、最近のプレーはいかがですか。まあ、落ち着いてはできてますけど、やっぱり細かいミスとかも多いし、まあ、もっとよくできると思います。首位決戦ででも失点で勝利を挙げられたことに関してはいかがですか。そうですね、まあ、勝ったのは素直に嬉しいですけど、まだまだもっとよくできると思います。はい、どんなところがもっと好きですか。まあ、やっぱりシュートまで行く段階でミスしたりだとか、まあ、ディフェンスでもまあ個人的にもミスしたりとかっていうのもあったんで、はい、そういうのはしっかり修正していきたいと思います。なんかね、あの匠選手のユニフォームを着たファンも増えてますし、あとこう打った時にね、おーっていう感じでも大きくなってるのは感じてありますか。いや、あんまり、はい、わかんないです。なんかね、なんかその無理に笑わないところが好きっていう声も届いてるんですけど、どうなんですか。いや、別に意識したことないです。はい、あの次はあの神戸戦ですけども、すごく注目を浴びる試合になりますが、あの皆さんにメッセージをお願いします。まあ、試合の間隔短いですけど、まあ、しっかりいい準備してチーム一丸となって、まあ、絶対勝ちたいと思います。あと今日後輩の大塚翔平選手がゴールを決めましたけども、はい、いかがでした。やっぱ交代で入ってきた選手がああやって流れ変えてくれるっていうのは、はい、すごい助かります。なんかあの匠選手があの誰がお前の下でって言ったら翔平って言ってるぐらいあって、はい、いつ決めるのかなと思ったらここでって感じだって、はい、でこうその翔平選手が入って、匠選手とか翔輝選手とかみんなこうユースの出身の選手がブワーって躍動してて、すごい嬉しかったんですけど。そうですね、やっぱりそういうシーンをもっと増やしていけるように、はい、やっていければいいかなと思いますけど、次も頑張ってください。はい、頑張ります。ねえ、匠選手本当に一日も早い回復待ってますよ。でもちょっともうね、ほんまに匠選手とか翔輝選手とか大塚選手がこう何て言うんですか、ボール回しててうわーって攻めてるしてみたら、もうなんか涙出そうでしたね。楽しかったですね。最高でしたね。はい、それではその中の一人、平井翔輝選手、この日も決めてくれました。平井翔輝選手のインタビューをお聞きください。ご苦労おめでとうございます。ありがとうございます。試合連続ですけれども、はい、今の気持ちをお願いいたします。いや、まあまだまだついてるなと、はい、思います。翔輝選手の後輩の翔平選手も出て頑張りましたね。翔平、まあ、最初どうなるかと思ったけど、まあ、仕事してきてたんで、はい、嬉しいです。どうなるかなと思ったら、ちょっとこう入れ込んだとこですか。そうですね、まあ、最初ミスが多分翔平目立ってたんで、まあでも、テクニックはまあ翔平半端ないんで、まあ、うまくゴールにつなげてくれたかなと思います。アホンソに関してはいかがですか。いや、まあ、まあ、さてでも最近アグレッシブにやってて、まあ、さて通りに力を出したんじゃないかと思うんですけど、やっぱりあの翔平選手が入って、翔輝選手が頑張って、ふたさんとかいて、なんかみんないたら、こうなんかユースが、わーみたいな感じですごい嬉しかったんですけど、どうでした、理想的にはどうでした。どうですかね、でもまあ、みんなで頑張るんで、まあ、ユースは関係なく、まあ、みんな仲がいいし、別にユースだけじゃなくて。今日は宮本選手もスタメンで出た
ったんですけども、翔輝選手の成長を非常に、ね、楽しみにしてはる先輩との対戦も次待ってますけれども、そして、はい、ガンバも、ね、負けられないですし、神戸戦への意気込みお願いします。いやもう、ね、神戸戦負けたら、強かった意味もないし、まあ、いい8月の締めくくりにしたいなと思います。宮本選手にはどんな姿を見せたいですか？いや、まあ、別にサテライトでも結構やってるんで、まあ、臆することなく、はい、挑んでいきたいです。ね、今日も宮本選手出てほしいですね。もう勝機が成長せえへんかったらガンバの世代交代は失敗だと言ってくれた宮本選手、ね、対戦が見たいです、ね、さあ、それではいよいよリーグ戦初ゴールを決めました大塚翔平選手のインタビューをお聞きいただきましょうか、ね、待ってましたね。大塚選手をずっと応援してくださったファンの皆さん、本当ありがとうございます。それでは大塚選手の試合後のインタビューをお聞きください。入るときはどんなことですか？ゴールに向かうプレーをしようってやりました。それだけでした。得点の場面ですか？そうですね、サブシさんが4年だって、まあ、ゴールのちょうどスーパーとスペースの間を通って、それから決まったらしい。ゴールと捉えるのもありますし、この時に決まったらしい。やっぱなかなかメンバーに入れなくて、で今日が初めての出場ということだったので、まあ、自分自身は、まあ、長く感じましたし、まあ、そういう思いもあります。今日出た時に悩んだよ、結果を残さないといけないって思いながら、それが一番ですかね。でも、まあ、まだやっぱ簡単にミスが多くてチームに迷惑かけたと思うので、でもそういうのなくして、もっと一つでも多く自分のプレーを出していけたらいいなと思います。今日は柏の工藤選手がワントップで入ってて、はい、結構いいプレーもしてたと思うんですけど、その辺も刺激みたいな。そうですね、同い年なんで、だから坂井もそうですけど、本当に同い年の選手がどんどん活躍してるんで、まあ、そういう面では本当に刺激になってて、そうですね、もう本当に試合に入った若手とか関係ないんで、本当にチームのために何ができるかっていうのは結果で問われるんで、まあ、本当に練習中からもやっぱ試合で結果を出すためにやってますし、まあ、そういう意識が、まあ、みんな持ってるんですけど、たまたま今日僕がそれを表現できただけで、本当にみんなそれは持ってるんで、まあ、それがいい形につながっています。今日の、ね、初ゴールの気持ちを一言お願いいたします。そうですね、本当に、まあ、リーグ戦初ゴールなんで本当に嬉しいです。本当にものすごい歓声でしたし、先輩たちもみんな喜んではりましたけれども、はい、そうですね、本当に多くの人が応援してもらってるんで、まあ、そうですね、今日こういう形で結果を出せたのは本当に嬉しいです。どんな意気込みでこの試合に入られたんですか？まあ、結構いきなりだったんで、まあ、気持ちの準備ってのは難しかったんですけど、もう本当にやってやるっていう気持ちで、まあ、強い気持ちで入りました。松並さんも弱いショットを打てたら勝つ入れたっていう感じなんですけども、いろいろ指導あったんですか？そうですね、本当に毎回シュート練習も一緒にやってくれて、本当にいろいろアドバイス受けて、そうですね、本当にそういう練習の積み重ねが、まあ、綺麗なゴールじゃなかったですけど、ああいうゴールつながったと思うんで、本当にいろんな人の支えがあったのゴールだと思うんで、ね、最初の2009年の3月14日の、ね、惜しかったことを思ったら、もうすごい嬉しかったですし、そうですね、そうですね、まあ、本当はもうあっこで G リーグ初ゴールっていうのは決めれたと思うんで、まあ、これがその月を取り返せるように、まあ、どんどん頑張っていきたいと思います。優勝が狙うとしてもありますし、ファンの皆さんに意気込みをお願いします。まあ、本当に今単独首位だったんで、まあ、このまま突っ走っていけるように、まあ、チーム一丸となって頑張っていきたいと思います。何ゴールぐらい上げてくれますか、これから？いや、まあ、とりあえず次のゴール目標に頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。いや、もうほんまに嬉しかったですね。なんか最初こうスタジアムにね、オンゴールって習うときに、もう大塚選手の得点にしとけねとか言って、記者席で叫んでたんですけども、ほんなら大塚選手のゴールになって、いやいやいや、もういいんです、いいんですね、今までの努力が生んだゴールですから、本当にね、嬉しかったです。大塚選手を、ね、応援してくださってたファンの皆さんも本当に一緒に喜ばれて幸せでしたね。よかったです。今日もぜひ頑張ってほしいです。それからやっぱり松並さんはね、ずっと大塚君を育てたはったんで、まあ、
すぐね、試合終わってから松並君のところに走っていったんですけど、もうあのシュート練習の時も弱気なシュートは禁止、もう強気しかあかんっていう風に指導したって言ってはったし、まだまだちょっと精神的に弱いところもあるけれども、もうこれを機に頑張ってほしいって言ってはりました。ね、松並君もなんかタイプとしては全盛期の柳沢みたいな感じになって超えていくのが翔平やって言ってはったんで、そうそう、全盛期のいいところを超えてこれからも頑張っていただきたいと思いますよ。さあ、そしてアフォンソ選手やってくれましたね。今日メールいただきました大吾さんからも、すごいね、さてでよかったよって情報いただいたんですが、ここでやってくれましたアフォンソ選手。アフォンソ選手のインタビューをお聞きください。アフォンソ選手も初出場おめでとうございます。あ、muito obrigado e só tenho que agradecer aí por treinador por ter me acreditado em mim, ter me colocado e eu pude dar o melhor。まあ、本当に感謝します。ありがとうございます。まあ、特に監督が僕を信じて入れたこと、チャンスを与えたことに対しても感謝します。すごいスピードでしたね。見てます、大事よ。Acho que o Grêmio me encontra por causa dessa característica que eu tenho de velocidade, está sempre ajudando na defesa. Eu espero dar continuidade a esse trabalho aí para que eu possa cada vez mais crescer aqui.まあ、僕の特徴の一つだと僕は思っているの で、まあ、そのためにもガンバが僕を、まあ、きっと契約したと 思ってますので、まあ、また練習を続けてまたいい形でつなげていきたいと思います。アシストにつながったことはどうですか？Eu acho que o estádio inteiro está pensando que eu ia perder a bola, né? Mas eu acreditei no lance e o zagueiro acho que deu uma viada ali, eu consegui roubar a bola e dar uma bela assistência pro Chico.まあ、おそらくあの状況、あの場面の時はもう見てる人たちみんなが僕またボールを失うというふうに思ってたと思うんですけども、まあ、自分自身粘れたのであそこで粘ってアシストすることができたので本当に良かったです。チームも優勝争いしてますし本当にあのこれからも活躍していきたいですね。意気込みをお願いします。Espero que a torcida sempre compareça aí lotando o estádio eecom a força de todos os companheiros aí do grupo inteiro do Gama, que a gente possa vir estar sempre ali no topo da tabela e ser campeão, que sai em dezembro. まあ、今後ね、サポーターの方々が応援に来ていただいて本当に力合わせて、ガンバが優勝できるようにもう常に首位キープできるように頑張りたいと思います。アフォンソ選手、あの場面で、ね、すごく粘ってましたよね。みんながボールを失うと思ったと思うけど僕は頑張ったというコメントが印象的でした。ちょっと失おうかなって思ってました。すいません。それを見事に失わずアシストにつなげたアフォンソ選手、ほんま尊敬します。今日もねファイターフェルプレーを見せてくださいね。頑張ってください。さあ皆さん、西野監督の最初のコメントでですね、翔平選手とともに最近頑張ってるという中に藤原選手の名前が上がっておりましたね。藤原選手、左サイドバック今日あるんじゃないですか、出場。まあ、そんな藤原選手ですね、ちょっとインタビューしてきましたのでお聞きください。今日このね首位決戦でですねベンチでしたけれども、久しぶりでしたがいかがでしたか？いや、そうですね、正直出なかったんですけど、まあ、大塚とは本塚がやってくれたんでよかったです。何かお話をされましたか？いや、あんまりしてないです。このね、ガンバ大阪のラジオ その応援番組で藤原選手がね、その東大阪出身で、はい、そうです、そうです。で、Gリーガーとしてね、もう東大阪がみんなで応援するというメッセージが届いていますが、それはありがたいことで嬉しいです、とても。本当に次また神戸戦ですけれども、意気込みをお願いいたします。そうですね、やっぱり試合に出たら、やっぱりガンバの勝利に貢献できるように頑張りたいと思うので。そうです、大学の時は、アシストを、あ、そうです、はい、アシストを取ってました。プロでもね、そういった活躍がね、たくさん見たいですね。そうですね、できるように頑張りたいと思います。最近の取り組みはいかがですか？そうですね、練習試合とかでも点を取ったりアシストしたりできてるんで、この調子でやっぱちゃんとした J のピッチでできればもう最高です。藤原選手 の J 初ゴールの時も喜びの声をぜひ当番組お願いいたします。いや、もう初ゴール決めたら多分どうなんやろねえ、はい、幸せですね。はい、本当にもう近々起こるようにぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。藤
はですね、藤原選手に初ゴール決めたらっていうね、あの質問をしたらものすごい間があったんですよ。このサムラちゃん編集してくれましたけども、で、あれなんか悪いこと聞いたかなと思ったら、どうしようってね、初ゴールの場面を考えてくれた藤原選手、もう最高です。今日がそうになるかもしれません。ね、あの木曜日に取材行った時にあるんちゃうかなと思って藤原選手にちょっとね、こういろいろ取材したんですけども、なんかあの西野監督からね、成長する姿を見せたと言われたとかね、チャンス2回ももらえるなんてみたいなコメントがあったんで、今日先発あるんじゃないかなと思っております。先発となりますとね、5月15日台の福岡戦以来ということなんですけども、藤原選手の雄姿見れるんでしょうか。なんかこの天然さ加減がもうファンにならず見られないって感じで、すごく面白かったというか魅力的な藤原選手、今日はぜひ頑張っていただきたいと思いますよ。さあ、それからですね、木曜の練習では佐々木選手にちょっと見かけましたので、佐々木選手、神戸戦が出てもらうんですかって、またねちょっと遠目からでっかい声で話し上げておきました。だから分かりませんって言ってね、ちょっと去っていかれました。分からんね。佐々木選手もね、復帰したんでしょうか。非常に楽しみですが、頑張っていただきたいと思います。そんな期待がいっぱい込められた今日の神戸戦、まああのね、ヴィッセルも5連勝の後この間引き分けということで、もうすごい調子いいですし、なんか西野監督もね、去年の終盤調子良かった神戸のようで、やっぱり手強いって言ってはりましたしね、ディフェンダーの皆さんもね、吉田貴之選手も調子いいし、それからやっぱり吉野に注意しなかったって言ってはりましたし、本当にね、今日のこの関西ダービー楽しみですね。私もこの後取材に行きますね、ぜひ皆さんこの関西ダービーを制してね、より優勝に近づくよう大きな声で応援をいたしましょう。そして来週はお待たせいたしましたね、太り選手、二川選手のロングインタビュー、さらにはラフィーニャ選手が二さんのことをどう思っているのかなどなどね、とっておきのインタビューをドドンとお届けしてまいりますので、どうぞ来週のすすめガンバ2011のコーナーもお聞きください。すすめガンバ2011、このコーナーはガンバ大阪の協力でお送りしました。